ポカモン RPG ゲットだぜ。はい、どうもこんにちは、チャイです。こんにちは、ソラユです。じゃあポカモン実況プレイ、続きやっていきたいと思います。やってこう。ね、もう結構ため撮りあったから、うん、約2ヶ月ぶりの、収録となります。はい、ほんと久々だね。うん、じゃあまあ久々ってこともあって前回の確認しましょう。はいはい。ね、まあ現在のメンバーがこんな感じで、ボカモンエナジーだっけかな、うん、ボカラエナジー、この1つ目をゲットしました、前回。はいはい。で、確かカイト兄さんが来て、まあ戻ってきてくれという声がかかったから、戻りたいと思います。全然覚えてない。まあな、まあ2ヶ月ぶりだし。まあ行けばわかる、うん、うんうん。多分こうやってねやっていくうちに思い出すと思うんだわ。どうだろうな。ありゃ、お、イベント発生か。ええ、どう、なんだろうこの嫌な感じ。どうしたのお姉ちゃん。誰かの視線を感じるの、強い視線を。え、誰、何これ。これは僕もわからないな。あれ、今そこに誰かいなかった。え、誰もいないよ。おかしいな、誰かが見てた気がしたんだけど。もしかしてお化けが見てたんじゃない？怖がらなくても電脳世界にお化けなんか出ないよ、姉さん。そうなんだ。それなら安心かも。うん、きっと気のせいね。それじゃあ行きましょう。結局あれは何だったんだろう。わかんない。なんか、ミクっぽかったよね。どうだろう。あれは僕も初めて見たから、わからんけど、まあいいや、とりあえず戻ろう。最後の一匹どうしようかな。もう手に入れちゃうか。うん、なんか5匹だとなんかなんか対決とかありそう。うん、1個目ゲットしたところで誰かと対決的なフラグ立ってるから。よし、アイちゃんでいいか。うん、倒さなきゃいいけど。いや、何の意味もないよね。はい、でレベルアップ。ガチャっぽいの、本当に攻撃だけは強いからな。うん、さてと、もう一匹いるかな。アイちゃんでいいかなとか言って、またアイちゃん出てきたらそれはそれですごい。ダメーダメー、同じの一匹しか捕まれないのよ。お、起きた、アイちゃん、幼稚園児。これ見た目どう見ても幼稚園児だよね。うん、アタックでいいかな。食べちゃうとだと多分倒しちゃうからいいかな。おお、おお、これは確か攻撃じゃないのか、特攻の方か、下げられるから特にダメージなしでいけるな。あと何個ある、5個あるじゃん。でもアイちゃんネギ食うかな、どうだろう。あ、脈ありかな、これは。お、これは、こんな餌に詰まられない。あ、もう少しってことはダメではないってわけか。
なんか初めてだな、捕まえれなかったっていうの。よし、ラストにしたい、これで。まさかな。なんでやねん。嘘。ダメか。捕まえれないのかな、まさかの。わかんない。そんなことはないと思いたい。そんなことはない、そんなことはない。いけるよ。これでもダメだったらもういいや。ポンってなる。おお、来たー。願いは届いた。うまー。アイちゃんでもネギは食べれることが証明されました。よし、さてとアイちゃんのステータスを確認。ちょっとガチャっぽいどよりかな。攻撃と防御がなんか攻撃と特攻が高いからだね。まあガチャっぽいでよりかは防御関係マシって感じだね。ここだよね。うん。お、二人いるぞ。いや、三人とも来てくれたね。待っていたよ。エナジーの一つ目を手に入れたそうね。はい、ボーカルバトルもやっと少し慣れてきました。そういえばカイトにいいものを渡すって言ってたけど。うん、これを君たちに渡そうと思っていたんだよ。なんだ？なんだ？カード。カード。なんか、どっか通れるようなカードとか？かな？これは、兄さん、このカードは一体？このカードは、いいものなの？わかった！これはあれだよ。ゲーセンのゲームで成績を記録するカードじゃない？いや、残念ながら違う。これは通行パスワードが入ってる通行許可証さ。やっぱり通れるようになるやつか。そのまんまの名前だね。それがあれば他の地域も通れるのよ。マジで？まだ見ぬマスコットや歌詞に会えるかもしれないんだね。うん、ワクワクする。ありがとう、カイト兄さん。はっはっは、喜んでくれて僕は嬉しいよ。うん？ルカ。ルカ。あら、あなたたちも来ていたのね。めぐりねさん。待っていたわ、ルカ。あなたにも許可証を渡すわね。変なフラグが立ってんのは気のせいでしょうか。確かに通行許可証受け取りました。これでさらに手っ取り早くエナジーを集めることができますわ。ふん、カードはこっちが先にもらったもんね。そんなことで張り合っても意味ないってば。そういえばあなたたちもエナジーを一つ手に入れたそうね。最初会った時よりも少しは成長したのかしら。あ、これはもしや。え、それはまあ少しくらいなら。そうだよ、今ならめぐりねさんだって楽勝だよ。待って、今のこのりんちゃんの一言怪しい。なんでって言っちゃう。これはそれは聞き消してならないわね。なんか、あ、はい、フラグ立ちました。りんちゃん、それは言い過ぎよ。うん、ちょうどいいわ。どちらが上か、バトルで見せてあげるわ。受けて立つよね。え、それは今の私でめぐりねさんに勝てるのかな。こっちは6匹いるから大丈夫だと思いたい。誰だっけ。ハチネは君です。あ、わさか。おいおい、ハツエビビりすぎたぜ。ハチネちゃん、迷わずやれよ。やればわかるさ。ハチネちゃんの言う通りね。まずチャレンジしなきゃ。めぐりねさん、そのバトル受けます。
ふふ、それでこそこの私のライバルだ。タコロカ一匹ぐらい今なら楽勝なんだぜ。あら、私のマスコットはタコロカだけじゃないのよ。え、そうなの？紹介するわ。う、3匹。あ、俺がめぐりねさんのマスコット。でも全部ウルカっぽいな、気のせい。かわいい、あの猫のやつ。真ん中のこれか。真ん中のそうよ、タコルカ、トエト、ルカメギリネ。トエトっていう子かな、多分。私の可愛くて気品のあるマスコットたちよ、ふふふ。さあ、みんなにご挨拶なさい。タコルカタコ。たぶん、しゃべれない。かわいい。え、これ猫じゃなくてウサギ。え、どっちだ。ウサギなの。わかんない。めぐりねのカリスマ、みなさん、はじめまして、ほほほ。なんかこれはルカをちっちゃくした感じか。うん。うう、3体もいるなんて、なんかずるいぞ。別にマスコットが何体いたっていいじゃない。はう、みんな可愛いな。だよね、可愛いよね。まあね、ボカモンって可愛いもんだよ。お姉ちゃん、見とれてる場合じゃないよ。じゃあ、今度はこの子たちのバトルを見せてあげる。可愛いだけじゃない、かっこいい実力をね。準備ができたら言いなさい、それぐらいは待ってあげるわ。いつでもいいのか。よし。ま、迷っててもしょうがないから、うん、並び替えだけしてって感じで。いきなりつくよみちゃんを出すっていうね。まあ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 、いきなり経験値もらえるかもしれないじゃん。まあまさかさすがに一撃でやられないでしょ。このぐらいのレベルだし。おお、フラグですかそれは。じゃあ行くよ。はい。バトルの準備はできたのかしら。バッチリ。ちょっと待って、準備はバッチリです。なら始めましょう。どっちのマスコットが上か勝負よ。ふう、さあ始まりました、めぐりねるかとの2回。頑張ってね。タコルカが10。ってあの時って何レベルだったっけ。9ぐらいじゃなかったっけ。わかんない、忘れた。さあステージの開始よ、存分に踊りなさい、タコルカ。タコじゃないかもしれない、身に巻きないタコ、タコ娘の力を見せるタコ。誰のこと言ってるのかわかんないぞそれ。なんだっけ、そういえばタイプむノーマルか。おさ、ノーマルの月読みちゃん、補助とかできるかな。補助役にさせるか、この子は。侵略、ああそういえばこの技強いんだった。うおっ、危ない、いきなり1。うー、今の技が物理なのか特殊なのか次第だな。危ねえ、死ぬかと思った。じゃあ誰だけ防御に優れてたの。ハチネだよね。よし、そういえば防御に優れてる感じのボカもいなかったね、うちの手持ちに。でもそういうのが誰だかわからんからな。歌始まっちゃったよ。回復か、じゃあ攻撃しなければいいじゃん。なにこれ、うわっ、わー、毒になっただと。毒消しあったっけ。毒だ、確かに、なんだ、徐々にダメージが増える感じのやつだったな。あった、うん、2個あった、よかったよかった。まずは歌うにして、そうだ、ちょっと待って、え、お客。じゃあ行くよ、続き。はい。というわけでユリンが、まあリアルでちょっと
ちょっとお宅訪問があったそうなんで、はい、はい、ちょっと一旦中断してましたというわけでちょっとね回復させるかな、毒消しで2個しかないからな、結構制限あるな。よし、さてと大丈夫か、大丈夫、あら、ん、もう大丈夫か、うん、うん、はいはい、あれ歌が発動しなかっただと、こういう時って歌が発動しない感じか、ちょっと不安だから回復させるぞ、はい、ミスった、ああ、泥棒だった、泥棒やっぱりね、いや何の意味もないよねもうミスった命率ダウン、いやよかったよかった、危ねえ、ちょっと待って、攻撃にさせないと歌発動しない感じかこれ、あなあ、うんうん、やっぱり攻撃にさせなきゃダメなんだ、よし、とりあえず回復したから、そうだ向こうはすでにね回復何ターンも消費しちゃってるから、うん、こっちの方が若干有利か、おお、いいね、もう少し侵略し、ダメよダメよ、うわお、歌い終わったか向こうは、じゃあ道具で回復させよう、また捕まえるなんてことないようにねふぅおし、オッケーオッケー、あ、まただ、あー、嘘、うーん、でも向こう体力少ないし、なんかやられると嫌だから押し切るか、よし、回復はしてこない感じかな、うん、してこない、よし、一匹目、さてと、これでレベルアップはしないかマスコット何出てくんだろう、トエトとか出てくんじゃないかな、今度はピロリミクで様子見するよ必ず様子見役が出てくるねどっちだ、トエとか、はい、これこの子よ、トエと、あなたの秘められた力引き出し見せなさい、12、高いじじこ、こっちみんな、かわいいな、しかしなんか人形っぽいな、うん、と、どこういう時は補助だな、うん、あーしまった、歌が発動してるんだった、あーなんだ猫押し、かわいい、にゃーん、あぶねー、しかしよく1、あれだな、1残るねこのレベル差でよし、ちょっとだけ体力削れた、あれ確かこれって交換しちゃうとこれの効果なくなるんだっけ、わかんない、まあいいや、ち、しょうがない、交換だ、お、次は鏡ねれん、交代しても大丈夫なのかちょっと気になるな、宿り着の時だと交換したらもうダメだったはず、あ、そうか、向こうが交換しなきゃいいんだ、半分こ、体力が本当に半分になった、うん、あ、大丈夫だ、金の効果は続いてた、うん、さてと、どうしようか、電気が効果あるのかだな、半分こ、またうん、これはあれか、怒りの前歯みたいな感じか、うん、まあまあだね、うん、でも地味にピロリ菌が効いてる、
いい感じに効いてる。道具で回復させよう。いや、よかった。1残してよかった。よかった。よく残るよね、1っていう風に。さっきのさ、愛ちゃんといいさ。そういう仕様なのか、まさか。一撃でやられないような仕様でもあんのか。あ、倒せるかな。おお、こっちのが素早いのか。惜しい。いや、かわいい。おお、まだ大丈夫だった。よし。さてと、技を外さなければいける。よし、いけるよね。よーし、来た来た来た。うん、あと一匹。にゃーって。おお、いい感じにレベルアップした。すげえ、ドリミック2から5になった。ということは最後はあの子だね。うん、めぐりねるかもどきの。あ、でもこっちにした時ではレベルアップしないんだね。あ、違った、体力全回復しないんだ。あ、でも4じゃさすがに様子見には持っていけないな。できないね。いや、ここは一番レベル高いカガミネリンでいくよ。よし、さてと、最後いけるかな。ルカ、ミギュリネ13か。おお、ミギュリネまで出させるなんて少し見くびっていたわ。あらら、私の出番ですか。お手柔らかにお願いしますわ。ダメだ、なんかこれおばあちゃんみたいな喋り方や。うん、どうしようかな。攻めさせようかな、それとも固めようかな。固めた方がいいな、ちょうどりんちゃんだから。うん、電波ソングで。よし、ただな、これの効果切れた時が問題だな。うん、こっちが先制できるのか。うっそー、あら。それにしてもルカが持ってるのって全体的に素早さが遅い方なのか。あ、素早さ上げてきた、そんなこと言ったら。フラグ。まったく。はい、いける。お、また歌ってきた。ルカは回復系しか歌わないのか。うわ、なんか強そうな技。えっ、そう、一撃強い。まさか。お、あ、そういうことか。ああ、反動付きなんだ。なるほど。うんうん、ピロリミクじゃ耐えれないだろうな。耐えて、あの宿り木仕掛けようかと思ったけど無理そう。ここ総力戦で行こう。今特攻が下がったって言ったよね。うん、ってことは月愛ちゃんのさっきの技で特攻下げに行けばいいんじゃないかな。ぬいぐるみでできるかな。こっちが先制できればいいけど。で、ダブル。お、避けた。お、避けた。大丈夫か。うん、この技はそんなに強くないみたいだ。でも反動技も、反動技なんだこれ。よし、特攻はひたすら下げるぞ。よしと、って思ったけどバイヤー張ってるからだよ。そういえば、どれがいいんだろう。あー、愛ちゃんの技よく見てなかった。まあ少しでも体力削ればいいかな。また素早さ上げてきたよ。うん、これはちょっと危ないな。おし、お、お、割と効いてるんじゃない。
防御はそんな強くない感じだね、メギリネは。よし、あー結構回復する。あーあ、おうまいうまい、避けた。お、外れても特攻下がるんだこれ。外れたらさ、そのハンド、お、お、すげえ。アイちゃん強すぎ。4レベルが13レベルに勝つって。こんなねえ、めったにない光景だよね。7レベル。すごい。めっちゃ強くなったぞ。いや、捕まえてよかったね、この子。うん。私のマスコットたちとここまで戦えるなんて、やるじゃない。苦戦するかと思ったけど、なんか案外だったね。うん。やった、お姉ちゃんが勝った。なんとか勝てました。あらら、マスター申し訳ありませんわ。よくやったわ、3人とも。さあ戻りなさい。あなた、やるわね。私相手にここまでバトルできた人は初めてだわ。メグリネさんのマスコットさんたちもやっぱり強かったです。やっぱりメグリネさんはすごいボーカロイドだなって。ルカでいいわ。え？ルカって呼んでいいって言ってるのよ。え？いいんですか？一応私のライバルだからね。いつまでもメグリネさんなんてよそよそしいのは変でしょ。じゃあ私のことはミクって呼んでください。ミクね、その名前覚えておくわ。私のこともリンって呼んでもいいけどね。僕は鏡音レンです。リンとレンね。まあ一応覚えておくわ。一応ってなんだよ。だってあなたたちとバトルしたわけじゃないもん。まあね。まあ、うん、私たちだって後ろで応援とかしてたんだ。どちらもいいバトルだったよ。ミクもルカと仲良くなれてよかったわね。はい。別に仲良くなったわけじゃありません、ツンデレ。最終的に手先でデビューするのは私。それを忘れないことね。二人が競い合っていけばもっと成長していけるだろうさ。いやー、これからが楽しみだ。ん？お？え、グミちゃん？グミちゃん。どうした？たたたたた、屋敷？屋敷？どうしたんだ屋敷。あ、家とか？ルカの。グミ、どうしてここに？なんだこの騒がしい女の子は。ルカ、彼女は一体？あ、彼女は。どうぞ。え、私？いや、逆転ボーカルの時もやってたから。あれ、そうだっけ。うん、あ、私はグミです。皆さん、はじめまして。あ、はじめまして。私はルカさんの、弟子弟子です。弟子1号なんです。グミグミ。ルカさんに弟子なんていたの？ちょっと、私は弟子なんてとっと覚えないわ。え？あなたがある日急に押しかけてきて、それから勝手に弟子を名乗っているだけでしょ。そんな、グミはすごく尊敬してるのに。なんだ、自称弟子ってわけか。自称でもなんでも弟子は弟子だってばよ。おお。だってばよ。だってばよ。そういえばグミさん、屋敷とか行ってなかった？そうです、そうでした。ルカさんの屋敷が大変で、それでここに。まさかあんなことになるなんて。だってだって、はおー。ちょっとグミ、落ち着いて喋りなさい。私の屋敷で何があったっていうの？
実はゴニョ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 。うんうん、それでゴニョゴニョゴニョってことに。それからさらに何の話してるんだろうね。気になる。屋敷がひそひそ。今はゴニョゴニョに。なんですって。私の屋敷でそんなことがあってはならないことだわ。ちょっとルカ、どうしたのよ。ずいぶん顔色が悪いけど。別に何でもありませんわ。本当かい？そんな風にはとても見えなかったけど。何でもありませんったら。ちょっと急用を思い出したので失礼しますわ。あ、ルカさん、待ってください。ルミさん、一体何があったんですか？え？それは言えないよ。すっごい言いたいけど、言ったら絶対怒られる。では皆さん、グミもこれでさよなら。あのルカさんがあんなに取り乱すなんて。絶対何かすごいことがあったんだよ。ルカさんの様子は普通じゃなかったし、心配だわ。私たちもルカさんの屋敷に行ってみようよ。そうね、行ってみましょうか。お？あー、君たち。はは、悪いね。この体験版はここまでなんだ。え？あら。あら。あら。ってことはルカがラストバトルだったってわけなんだね、この体験版では。なんだって。そりゃないよ。これからって時にさ、せっかくルカさんも出してきたのに、そこ。続きは完成版でだね。完成版やってみたいね、出たらね。うん、いつ出るかわからんけど、あ、わかんねけどな。そしたらいろんなボカモンが見れるよ。うん、 Thank you for playing。 そっか、そうだ。はい、体験版終了。終了。早いね。早いな。体験版だからな。ゲームプレイに関しては圧倒的感謝。ボカモンほどやっぱり長くならないわけだね。うん。まあというわけで、完成版。というわけで。出たらやってみたいね。やってみたいね。通信機能とかあったらね、対戦とかできるもんね。ほうほう。うん。あっただけど。まああることも願って、うん、はい、はい、じゃあ次回作に移りたいと思います。はい、ね、次回作は本当に長いので。長いね。ね、うん、まあこれと違って長くて、のんびりした旅を楽しめるかと思います。はい、はい、というわけでじゃあ次回作に行きます。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。お疲れ様。